はようございます。おはようございます、ぽんちゃん。お布団の上で、あなたがお布団に乗ったままになっていると、青いママさん布団を、ね、どけて布団を敷こうとしません。猫好きあるあるらしいですけど、黒犬パパはやります。どいてって言って布団を敷きます。布団を敷かずに結局朝目が覚めちゃったみたいですよ、ぽんちゃん。ぽんちゃん、ぽんちゃん、ぽんちゃん、毛布かけて寝たから大丈夫。ジャン君もおはよう。おはよう、ジャン君。おはよう、ジャン君。トイレどうぞ行ってください。さあ、昨日は生配信で歌った後、夜オープンマイクでまた歌って、喉結構ダメージきてるかな。今日も夜はフォークソング同好会で歌ってきます。喉酷使しています。そして明後日朝から、オープンマイクに出かけます。昼からのやつに朝から行く感じですね。さあ、この喉どうなるでしょうか。今日は、あ、じゃあ今は2人とも喉を痛めています、うん、ガラガラの夫婦です。じゃあ、はい、はい、どうぞ、ここどうぞ、ここどうぞ、はい、で、はい、毎日毎日このブラシやってるけど飽きないんだね。ちゃんくん、はい、左手が伸びてるよ。結構取れた。はい、ジャン君。今ですね、これ変な絵でしょ、ちょっとピットが合わない、よいしょ、このチャンネルのメンバーシップという、設定ですかねを、作るための準備をしています。これはポンちゃんがガハハ笑いをしている、これアイコンというか絵文字にしようと思っているやつですね。これはびっくりしているジャン君、これはにっこりしているジャン君。今3つ、作っ、まあもうちょっとでこれできますけれども、3つ作っているとこですけれども、これを初期では4つ、配布できるそうです。
メンバーの方にはこれを使えるようになる。だそうですよ。メンバーが増えるに従って、この数も増えるんだそうですけれども、まあ、ということは作っとかないとね、今からね。まあ、そうだな、数十人いったらいいとこじゃないかと思っているんで、そしたらどのぐらいの、数アップできるのかはまだ分かりません。これからですね。まずは絵を描いているところです。この絵がね、元の絵はこういう感じです。あ、この顔も使いたいけど、これ怒ってるアイコンになっちゃうもんね。まあ、いろいろやっております。さっきの顔はこれから作っています。あのね、アイコンに関して、アイコンというか、まあその絵文字に関しては単純化させています。じゃないと、ちっちゃい枠に入った時に分からなくなっちゃうのね。なので、微妙に単純化しています。あんまり単純だと面白くないので、ギリギリのところを狙い撃ちしてやっています。はい、ジャン君が挟まっています。この間ポンちゃんが足に挟まったので、本家登場。あ、もういいの。あんまり挟まってること自体はどうでもいいんだよね。はい、はい、どうぞ。これを、これがメインだもんね。今日何回目でしょうかね、ジャン君。何回やってもいいんですね。はいはい。ええ、ジャン君。帰りました。ジャン君どこ行っちゃったんだ。あら、ジャン君、帰ってきましたよ。寝てた？最近は大騒ぎしないね。慣れましたね、大人になったね。さあ、これでですね、今日は、夜フォークソング同好会っていうところ行ってきたんですが、明日は朝9時半から家を出てですね、大磯というところにある、まあライブスペースのオープンマイクに昼から行ってきます。昼から歌ってくるよ。2日今連続で喉を酷使して、まあギリ歌えるぐらいな感じね。2人とも、喉ガラガラ言いながらも歌っています。明日また酷使してみて、喉が強くなるのか、もしくは悪化するのか見てみます。実験です。